編成です。足元の特急乗車口1号車から10号車のところでお待ちください。停車駅は水戸、友部、石岡、土浦、柏、上野、東京、終点品川です。はい、皆さんこんにちは。鉄道総合館です。本日は JR 東日本の勝田駅に来ております。これから特急トキワ号に乗車していきますが、いつもとちょっと違う車両がこの後入線いたします。もうちょっとすでに見えておりますが、そうです、フレッシュ日立色の E657系をじっくりと見ていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。いやー、すごいかっこいいですね。さすがフレッシュ日立カラーやっぱ似合いますよね。でちゃんとこの連結器の部分も再現されております。もうすぐ3月ですけど、梅の時期にこの色ぴったりだと思います。梅の時期の臨時電車に使われてもおかしくない、そんな感じの編成、計12編成です。これちゃんとマークまでついてるんですよね。梅のマークがちゃんとついております。号車シールもちゃんと用意されています。禁煙マークまでついてます。これはフレッシュ日立時代と完全に一緒です。できてた、足めっちゃ笑ってるやん。車両番号目立ちますね、背景が赤ですと。いやー、いいですねこのカラーね。やっぱ車掌さんも懐かしいって言ってました。フレッシュ日立時代を知ってる車掌さんだと思います。今全部稲穂とか白雪行っちゃいましたけどね。次は74号の品川行きです。水戸、石岡、土浦、柏、上野、東京、終点品川の順に停車します。で、これフレッシュ日立時代はなかったグリーン車とフレッシュ日立カラーの組み合わせも見ることができます。5号車グリーン車なんですけど、これこのグリーン車のマークとフレッシュ日立カラーの組み合わせ、これ結構レアですよね。お疲れ様でした。いいですねこの組み合わせ。では早速乗車していきます。
岡、土浦、柏、上野、東京に停車いたします。次の乗り場は16時3分、石岡16時14分、土浦16時24分、柏16時44分、上野17時7分、東京17時13分、終点品川には17時22分到着の予定でございます。この列車は全ての車両が指定席です。お手持ちの切符の号車番号、座席番号をよくお確かめください。座席の指定を受けていない座席未指定券をお持ちのお客様と、時は74号に有効な特急券をお持ちでないお客様は、座席上のランプが赤色の席をご利用ください。現在ランプが赤色で空いているお席でも、この先の発売状況によりお客様がいらっしゃる場合がございます。黄色または青色のランプが点灯するとご予約をいただいた区間となりますので、恐れ入りますが座席のご移動をお願いいたします。ただいま車掌が車内をお伺いしております。座席の指定を受けていないお客様と、この列車に有効な特急券をお持ちでないお客様は、車内改札にご協力をお願いいたします。またこの列車には車内販売の営業はございませんので、あらかじめご了承ください。本日は常磐線特急ときわ74号をご利用くださいましてありがとうございます。車掌は土浦行くお車は途中上野までご案内をいたします。続いて JR 東日本より感染症対策の取り組みについてお知らせいたします。はい、ということでフレッシュ視察カラーの6号7系に乗車してきました。この動画が役に立ったらいいなと思った方、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車は